いつもご視聴ありがとうございます。今回の話題は、ようやく調子の上がってきた大谷翔平選手が、昨季と同様に MVP レースでジャッジを追い越し、首位に2年連続受賞が濃厚に。ロサンゼルスエンジェルスの二刀流スターが、今季もアメリカンリーグ MVP の称号を手にするのではと噂されている。火のないところに煙は立たぬというように、6月の大谷翔平は投打で MLB を席巻していた。投手としては5試合で先発し、4勝1敗、防御率 1.52、 38奪三振をマーク。打っては94打数28安打、6本塁打、17打点、打率298、オップス973だ。とりわけ11試合連続安打、4から16日、キャリア最多8打点、21日カンザスシティロイヤルズ戦、キャリア最多13奪三振、22日ロイヤルズ戦、自身最速となる118マイル、約 189.9 キロ、の本塁打、25日シアトルマリナーズ戦、21回3分の2連続無失点、MLB 自己最長を継続中といった成績からもわかるように異彩を放っていた。米ラジオ放送局シリアス XM の番組ファンタジースポーツラジオの公式ツイッターでは議論が白熱している。翔平大谷は今年のアメリカンリーグ MVP に輝くかと綴り、司会者のジョシュ・ヘイズ氏は、また大谷が獲得するはずだと言い、共に番組を盛り上げるアンソニー・アニアーノ氏はこれに同意しなかったと続けた。最後には、あなたはどう思いますかとファンに問いかけた。現在、米野球データ専門サイトファングラフズが算出したワー、打撃、走塁、守備、投球を総合的に評価して選手の貢献度を表す指標では、ラファエル・デバース、ボストン・レッドソックスが 4.1 で首位に立っており、次いでアーロン・ジャッジ、ニューヨーク・ヤンキース、大谷、マイク・トラウト、エンジェルスの3選手が 4.0 で並んでいる。同データに注目した米メディア、ザ・リアル・プレンウは、ヤンキースのスラッガーであるアーロン・ジャッジやエンジェルスのスター、翔平・大谷が早くもアメリカンリーグ MVP レースの首位に立つだろうと予想している。果たして日本が誇る至宝が2年連続で MVP に輝けるだろうか？日米が注目するエンジェルスの17番に引き続き注目だ。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、桃宛にお気軽にコメントしていただけたら大変嬉しいです。また、見てよかったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと、ご希望者には PDF レポート、ヒット商品、開発の裏技をお送りいたします。